かよ。簡単ですけど。ありがとう。え、千秋がやるんだ。え、大丈夫かな。大丈夫です。あと8分、あと5分。いえ、でもさっきのことがなかったら誤解してたかも。さっき？私、赤ちゃんがいることに気づけてませんでした。ああいう形で止めてくれたから私の正体もバレなかったし。そんなの偶然偶然。それよりさ、さっきは嬉しかったな。え？千秋のことあんなはっきり大丈夫って言ってくれて。千秋、確かに最初は未熟でしたけど、型にはまってない分すごく自由なんです。武術も文字からも。時々参ったって思うことありますよ。私は結構ガチガチな方だから。そんなことないでしょ。お父さんに似たんですね、千秋。今日分かりました。多分そのおかげで千秋は千秋らしい侍になってると思います。時間です。2、1。あれ、私は今まで、カバン、カバンがないぞ。カバンだ、カバン、カバン。おやじ、姉さんに迷惑かけなかっただろうな。ああ、手当てしてもらっちゃった。